最近くしゃみが止まらなくなるの。一体どうしちゃったのかしら。風邪をひく心当たりはないけど、でもオートについてから気が抜けてたのかもね。油断していたわ。修行不足ね。なるほど。武神祭で敗北を喫しはしたけれど、それなりに名前は売れている方だから。首を鳴らしてくしゃみをする剣士の噂って何？付き合わせるのは悪いわ。もし本当に風邪なら移してしまうかもしれないし、その時は責任を取って看病するけどね。花粉症？まともに外に出れなくなる目に見えない脅威？私がそんなものに襲われているっていうの？